叔中の僕は1865年に福岡藩で起こった藩主黒田長広による金のお肌が辻けん。オッ中の変、または叔中の政変と呼ぶ場合もある。江戸時代末期、福岡藩は藩主黒田長広のもと、尊王砂漠を掲げ、幕府を助けながら天皇を尊ぶ、後部が大論に似た政治運動を進めていた。 長広地震非常に解明的で、城下に鉄鉱炉を建設し、また鉱山開発を進めるなど、乱壁大名と呼ばれるほどであった。また、幕末の政治において、開国史政権が変はなければ、日本の未来はないが、幕府は潰さず、朝廷と合同しそのまま改革すべしという保守的な立場から、幕府を助け、強い影響力を持つに至った。これに対し、 過労ー党首司書、藩士、月形先蔵、中村エンタ、平野国臣らを中心とする、筑前勤納党は、上位を進め、幕府を打倒し政権を天皇の下へ戻すべしという尊能上位論を唱え、藩主に対し決意を迫っていた。そればかりか、彼らは上位を超え暴走を始める。両者は、対立を続けたまま、1864年に、 筑前金納党が反省を掌握し、8月18日の政変の際に刑を打ち、長州藩から政変により、太宰府天満宮に逃れた三条、耳以下七教、友としてついた、肘方久本以下元とさ金納党の面倒を見たり、長州討伐を前に、長州藩を説得したり、西郷高森や高杉晋作の間に立ち、薩長同盟の世話をするなど、 一時は幕末の主役に立っていた。月型は西郷、坂本、桂小五郎といった大物と親しかったとされている。また加藤は、薩長同盟の際、両藩の中立ちを頼まれるなど、大いに活躍、筑前勤納党の名を知らしめた。しかし、中村は同志にすら敬遠されるほどの過激な勤納論者であり、不尊の罪を受けて投獄されるほどであった。 この彼の行動が悲劇を呼ぶ原因の一つとなる。長広にしてみれば、金労党は自分の言うことを聞かずがってをしているように見えていい気分はしなかったが、自分自身、金労の点では意見が同じなのでそのままにしておいた。ところがこれが誤解を受けることになる。四堺戦争を前に長広は、幕府から福岡藩は長州藩をかばう気なのかと叱責を喰らうことになる。 彼は全くその気はなく、自身の解明論の立場から、幕府と長州が無用な戦争をせずに済むよう、取り計らったつもりであった。しかしその思いは裏目に出た。長広は幕府に対し、自らの意思を行動で告げなければならなくなった。筑前勤労党は、犯罪用方の牧師内を、加藤死者の提言を妨害しているとして暗殺し、博多の五将、原宗衛門を襲い、 武士ではない商人の首を黒門外にさらすなど、相次いで凶悪な暗殺事件を起こす。そして、中村が起こした脱獄事件が起こり、さらには加藤が犬鳴き谷に藩主の逃げ城として犬鳴きご別館を建設していたが、砂漠派はこれを、加藤師匠は長広をご別館に遊兵し、長地下を擁立して実権を握ろうとしているとして藩主に報告した。これに対し、 加藤が大老の黒田博士生と連名で人心一話を明文に砂漠的立場を改めて欲しいという内容の憲白書を提出したことで長広は激怒した。追い詰められた金納刀は司書と月型で内部対立をした挙句同士打ちに走り、長州終戦の功労者北岡雄平を暗殺した。そこへ幕府の長州再生が発令されたため、 金納派の徴収終戦の功績は完全に否定され、砂漠派の復権により反論は幕府教順となり、金納派弾圧の運びとなる。これがきっかけで1865年、藩士並びに関係者140名以上が逮捕され、加藤、武部以下7名が切腹、月形、海図以下14名が、 マスキアで残首に漂着した遺体を切られた野村望む東に一家15名が流罪という大弾圧が繰り広げられた。これにより、福岡藩は幕末の政権交代において大きく出遅れ、砂漠派の家老たちも切腹させられ、母親戦争の際に兵を率いる人材が全くおらず、幕とや喧嘩好き、戦争好きばかり集まるありさまとなった。福岡藩兵は、 大砲の音を聞けば逃げ回り、略奪ばかりする質の悪さを露呈し、旧幕府軍から笑われ、東北諸般民の怒りを買い、官軍すら扱いかね、いつも最前線に回されることになった。そもそも、福岡藩では、薩摩や長州、佐賀などのような軍備の近代化ができていなかった。ペリー来航を受けて、蘭学振興や様式病法を説く藩主長広を、加藤師匠は、 殿様は愚昧だからと、切り捨て、乱学を無視して国学に傾倒し、尊老上位を唱え、月型心像、先臓ら蓄前金能等、39杯もあった、法術師範も結束して、様式病法の導入を阻止していた。薩摩、長州が実際に外国と戦い、留学生を送り、近代兵器を導入し、軍備を整えた上での上位で、あったのに対し、 福岡の尊能上位派は、代表的な先導者であった福岡藩士、平野国を見やその同士で、久留米藩の牧泉にしても、洋楽や欧米のことには無知で極端な証拠主義者であり、関連的上位論者であった。福岡藩や、その師藩である、秋月藩も、藩全体が変革を嫌い伝統的古法に固執した、主級的な私婦であり、新時代を率いる人材がいなかったのである。 また、母親戦争での出兵費用がかさみ、多額の負債を負い、元殺偽造をしていたのを告発されて、懲罰で、地範児は罷免され、福岡藩は国内有数の大藩でありながら、廃藩地権を待たずして事実上の廃藩となった。また、元殺偽造に関わった関係者は、切腹させられるなどした。ちなみに、隣の佐賀藩では、福岡藩同様、 薩長の倒幕運動に距離を置いていて、新政府に疑いをかけられていたが、最新式の軍備を整えていて、母親戦争で大いに先行を挙げ、多数の人材を新政府に送り込み、後発でありながら、薩長問いと称される一角となっている。同じように、長崎警備で最新の西洋文化に触れる大半で、解明的な反射をいただきながら、母親戦争で、 時代錯誤な軍装で集体をさらした福岡藩とは対照的な結果になった。維新に乗り遅れた福岡藩は新政府に登用される人材もなかったが、長広は維新後藩士の指定の留学を支援し、そこから金子健太郎、段託馬を輩出した。また、福岡藩士の系統は東山光の現用者設立に現れてくる。ありがとうございます。